ありがとうございました。就職したって言ってたよね。仕事何やってたの？なんで辞めちゃったんですか？飯塚さん。大友さん、はあ、久しぶり。うまい、やった。私は今までそういう夢とか目標って何もなかったから。いやでも毎朝起きてこうやって働いてるだけでもめっちゃ偉くないですか？他の人はちゃんとやってんの。じゃあうまくやれない私が悪いのか。そんな正しくなんて生きられないよ。飯塚さんは大丈夫。